今回ね、画像、まあ今画像生成 AI で、まあ、バズっておるわけですが、ごいですですね。ね。その話さっきしましたね、よく考えたら。がね、皆さん方ね、今流行ってるのは、プロンプト職人、プロンプト芸を競っとるわけであって、ね、まずね、僕にとって2つ大きな疑問があるわけよ。1つは、なんであんなすごい絵が出てくるかということと、から言葉でもってなんであんなすごい絵が描けるかというこの2つがあると思うわけ。で、今回ですね、なんであんなすごい絵が出てくるかというその手法について、特にね、昨今流行りのディフュージョンモデルというものについて、まあ、解説したいんですが、その前に画像生成するとはどういうことなのかということを、まあ、簡単にご説明したいと思います。それ1チュ回ト目。リアルな感じですね、じゃあ、ここ。で、画像生成 AI の基礎理論と。すごいや、これ作るのに昨日1日かかったわい。けよ。で、画像とは何かと。で、例えば、ピクセル数が 100×100 の RGB 画像を考えますと、これは 100×100 で1万ですから、×3 ですから3万次元のベクトルですと。つまり、3万の数字が並んだもので、まあ、この X、これをベクトルとして、こういう縦に数字を並べたもの、まあ、これを列ベクトルとか縦ベクトルとか呼ぶわけですが、画像っていうのはそんなものなわけだ。一枚の絵は一つのベクトルですと。ただですね、この要素の、これ X1、X2、X3、まあ、これ成分で、これ上付きに書いてあるのはね、これは、まあ、厳密な話ね、縦に書くときは、レスベクトルにするときは、これ、専門的に言うと、反遍ベクトルというもんなんで、その場合は、成分は上に書くということになってるんで、まあ、上に書いたんですが、ただ、ユークリッド空間の場合は、上付きの反遍ベクトルも下付きの共変ベクトルも区別がないんで、どっちでもいいんですが、まあ、一応上に書きました。で、この要素 x アブ i の値は0から250分の整数値をと。ここね、忘れてることなんだけど、だから整数なんですよね。ですからね、連続値じゃないのね、x はね。連続のベクトルじゃなくて、飛び飛びのベクトルなんですよ。そうなんだけど、以降はですね、これは連続値でまあ考えるんですよ。で、1枚の画像は、この3万次元空間、画像空間の中の一点なんですよ。で、3万次元空間っていうのは、まあ、広大ですよね。だって、我々に住んでる今、この空間3次元ですからね。これの1万倍の次元ですからね。で、この3万次元画像空間の中にはですね、ありとあらゆる絵が含まれてるわけ。例えば全部ゼロだったら真っ黒系ね。全部255なら真っ白系ね。で、この空間の中はほとんどがですね、もう意味のないノイズなんごま塩ノイズというか、なんかランダムな色の点がポツ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 なってるような、全く形をなしてないノイズですよね。だけどね、どんなね、すごい絵も。ね、みんながね、ミッドジャーニーとか誰でね、わあ、すごいとか言ってる絵も、どんなエロい絵もですね、この空間の中に一点ないの。だからそれをね、いかに作り出すかという話と、いかに見つけ出すかという、この2つの話があるってこと。ね。つまり、ランダムになんか点を取ってたんじゃ、意味のある画像が見つかる確率ってほぼゼロですよね。どっかには必ずあるんだけど、ヒットする確率ってなんか限りなくゼロに近い感じですよだから、ここで描きたい画像を画像空間の中から探す方法。まあ、これがプロンプティングなんだけどね。まあ、ここの話は、また別にするとして。で、画像データはネットから N 個の画像データを集めますと。例えば、セレブの写真と。で、画像データセットラージ X として、それが X1XN、ちょんちょんちょん、X のラージ N。この N っていうのは、まあ、画像の数です。例えば、セレブの写真を1万枚とか10万枚集め、10万枚集めたら N が10万ということですね。で、だから、下継ぎ素位字は画像の番号を表すと。で、こ
これらの画像は3万次元空間、画像空間にばらまかれているわけですよ。うんうん、ただ、一様に分布しているのではなくて、まとまって存在します。うん、であたかも星雲か雲のように分布しているんですよ。うんうん、で、このベクトル要素は、さっき述べましたように、0から255の正の整数なんだけど、今後はこれを連続と考えます。これは便宜上です。で、ここで確率密度分布という概念があって、で、さっき確率変数が離散的、つまり0から255みたいな場合は、これは厳密には確率と呼ぶんだけど、連続的な確率変数が連続的な場合は、確率密度と呼びます。で、この P of X、これが確率密度分布。この X はベクトルですね。つまり3万次元空間の中にある、これスカラー値ですね。これで。で、それを全空間で積分すると1になります。ちょっと注意しておきたいのは、普通確率っていうのは0から1までの数字ですから、確率密度も0から1までの数字とよく間違う人がいるんだけど、これは1を超えてもいいんですよ。積分したら1だという、その条件だけです。うんうん、で確率、画像空間は連続と考えるので、確率密度分布 P of X を知りたい。これを知りたいわけです。で、X が X1、X2、Xn は真の画像の確率分密度分布 P of X からサンプリングされたものと考えると。つまりどういうことかというとですね、このセレブの確率、まあ、この X1 から Xn の N 枚のセレブの写真なんだけど、本当はセレブの写真は無限大枚あると思うんですよ。で、そういう点がですね、ガーッとね、雲のようにあって P of X という確率分布をしてると思うの。うん、そこからですね、点点点と取り出してくることをサンプリングと呼ぶんですよ。うん、で、そういうサンプリングしたものが XI。だから真の分布があって、そこからね、一つとか二つとか三つとか取り出してみたものがサンプリングされたもの。ですから皆さんがね、ミッドジャーニーとかなんとかでね、すごい絵を出して喜んでるのはね、結局、このミッドジャーニーが作った密度分布、確率密度分布の中から、一枚の絵をサンプリングして喜んでるわけよ。うん、で、どうサンプリングするかっていうのがなかなか難しいんで、これがね、次元がね、1次元とか2次元とか3次元なら簡単にサンプリングできるんですが、3万次元の場合、これをいかにサンプリングするかっていうのは極めて難しいんです。うん、さて、画像空間から、で、今の画像空間のイメージなんですが、ここで、これが画像空間です。これは今2次元で、X1 と X2 と2次元しかない。まあこれは3万次元あると思う。3万次元のうちのまあ2次元と思ってくださいよ。ね。で、ここの青い点点点が具体的な写真です。イメージ。例えばこの人とかこの人とかこの人とかね。こういうセレブの写真がそれぞれの一点なんですよ。で、ここにセレブの写真の一文があって、ここにもまあ、ちょっと、密度の低い一群がある。まあまあそうするわけです。で、で、X1、X2 から Xn というのはこの点点点ですね。が、こういう、で、データ分布があって。で、これが P of X という確率密度分布。連続の確率密度分布からサンプリングされたもの。つまり、ここをね、滑らかな雲と思ってください。これね、今、点点点になってるけど、これが滑らかな雲だと。そういう滑らかな雲が P of X という確率分布で、そこから点点点と取り出したのがデータサンプルなんです。さて、そこでですね、サンプリングとは、この滑らかな雲から一点、この青い点じゃない別の点を取り出すことなんですよ。ね。で、青い点を取ったら、それは具体的なこのセレブであり、このセレブだから、それを使ったらね、肖像権の問題があるわけ。だけど、関係のない点からサンプリング仮にできたとしたら、例えばこんな顔とかこんな顔が出てくるわけよ。
で、この左の絵はですね、これは現実に存在しないセレブチックな写真なわけ。はい、P of X からサンプリングされた画像で、全く新しいフェイクなセレブ画像なんですよ。ちなみにこれはジェネラティブモデリングバイエスメイティンググラディエントオブザデータディストリビューション、ヤンソンという人の、まあ、こういうブログから撮ってきた絵なんです。まあ、ちなみにここに、うん、あれ貼ってきましたが、ちなみにこのやり方はですね、あの、グラディエント、エスメイティンググラディエントをあの計算するという別のやり方、つまりディフュージョンモデルとは違うやり方の解説なんだけど、実はこのやり方はディフュージョンモデルと密接な関係があるということがまあ分かってはおるんですが、まあまあそれは余計な話です。今のなんかそのセレブの分布っていう、だから次元の高い3万次元の画像空間の中に雲のようなセレブの分布っていう PX があるんだなっていうのが概念的にはよくわかるんですけども、じゃあ3万個の変数に対する数式で PX というのはこういう形だよって具体的に数式で表せるのかなというのを。数式ではもちろん表せません。もし表せればそこから一点サンプリングしてするのなんか積分かなんかして逆関数取ればなんかできちゃいそうな感じですけど、だから数式で表せなくて、なんで表すかっていうと、そこはディープラーニング的に表してるわけです。だからその PX そのものがまず表現できるかなっていうことですね。で、表現できればまあそこからサンプリングしてくるのはまあやれば可能なのかな。で、そして表現できたとして、じゃあ100万枚ぐらいセレブの写真を集めたとして、学習したときにちゃんとその PX が真の PX に寄っていくのかなっていうのも、学習できるのかなっていうのもまた疑問ですよね。いや、それができるっていうのが、まあ、一連の研究ですよ。なんで次に同じような絵なんですが、これは基本的にさっきの絵と同じなんですが、トレーニングデータ、これはまあ 64×64×3 で1万2000次元空間がありますと、ね。で、この P of X が本物の分布なんですよ。これはまあこんな変な格好してるとしましょうよ、ね。で、ここの緑の点が具体的なセレブの写真で、こんな顔、こんな顔、こんな顔と。で、それがまあ3万次元空間の中でこのような雲のような分布をしていると。で、これをですね、学習で、してこの P of X は完全には分からないので、その近似を求めます。これが P hat X なんです。 P hat X、これが近似で、この絵はですね、この点々点がね、この本物で、この緑がその近似なんです。ですから小林さんの質問に関してはね、本物は求められないでしょうが、近似はいくらでもいい近似。つまりたくさんの画像から学習することによって、ある程度近い分布は求まるよという話なんですね。ですからこの差はね、小さくするのは、だから例えばライクリフトをマキシマムするとか、エルボーを、大きくするとか、重エネルギーを原子ミニマムにするとかして、できるだけこれを近づけようとするわけですよ。ちなみにこれを取ってきたのはね、ジェネラティブモデリング&サンプリングで GAN と呼ばれるジェネラティブアドバーサリーネットワーク&イメージトランスレーションというブログから取ってきたんで、これはまあ GAN の説明から取ってきたんですよ。そうか、そのあれですね、そういうの、あの顔の生成、今までない顔の生成って最初に話題になったのは GAN の話の時でしたよね。5年ぐらい前ですかね。あ、そうそう。あ、それを前から2018お話します。あ、んで、画像の確率密度分布を求める4種の方法と、で、敵対的生成モデル、アドバーサリアルジェネラティブモデル、GAN。これは精密な画像が生成されるが、まあ、学習が困難だと、不安定だと言われておるんですよ。から変分オートエンコーダー、ベリエーショナルオートエンコーダー、これは VAE と略して、これは簡単なんですが、画像がぼやけるという欠点があると。で、フローモデル、これはまああまり使われていないと。で、拡散モデル、これが今大流行のディフュージョンモデルで、だからステーブルディフュージョンとか、ダリトゥとか、イマージェンはみんなディフュージョンモデルを使っておるわけです。で、現在大流行。で、これらすべてのやり方はすべて生成モデル、
ジェネラティブモデルなんです。じゃあ、ジェネラティブモデルって何やるって。で、まずですね、今の4つのを絵で描いたのはこんなものなんですが、これが、オーバービューをディファレントタイプスジェネラティブモデル、ジェネラティブモデルの、いろんな種類と、だ GAN と VA とフローベースドモデルとディフュージョンモデルと、まあ、4つを書いたんですが、ちなみにこれはどこから取ってきたかというと、ファットアディフュージョンモデルスとリリアン・ウェンという人のブログから取ってきて、ちなみにね、このリリアン・ウェンという人、まあ、名前から見て中国人だけど、この名前で、イメージとすると写真が出てきてね、結構可愛い女性が出てくる。で、しかもね、検索、それは、絶対検索ですか？うん。で、写真がね、リリアン・ウェンがドクター撮った時の祝いとかいう写真も出てきますよ。ちなみにね、ちなみにですね、僕は、このね、このヤン・ソン氏も出したらね、この中国人よね、なかなか精悍な顔つきの中国人が出てきたし、だからこの研究、この種の研究で有名なホーって人も出したら、これも精悍な顔つきの、まあ多分中国人だと思うんだけど、だから中国人活躍してますよね。で、いろいろね、僕顔写真出してみたんだけど、純粋の、アングロサクソンってあんまり出てこないのね。この分野。多くはね、中国人とかさ、ね、あれインド人とかね、中東系とかね、そんなんばっかりですよ。はい。で、これで、ギャンはね、僕あんまり、正直言ってまだ十分勉強してないんで、ね、説明を聞きましょう。で、VA ですね、X という画像があったときに、これはエンコーダーというもので、Z という、これ圧縮します。これを X が、これベクトルですが、この Z は、例えばこれがさっき言った3万次元のベクトルで、で、これ、例えば Z が、まあ、例えば1024次元のベクトルとか、まあ、圧縮するんで、これエンコーダーというんで、これがこの圧縮、こういう格好は、これはディープラーニング、まあ、ニューラルネットなんですよね。で、Q sub phi の of Z given X。X を与えて Z を与える、まあ、分布ということなんです。Q of phi というのは確率密度分布なんですが、ただ注意してほしいのはですね、これは非常に専門的な話なんだけど、オートエンコーダーはこの X を与えると Z というベクトルを出すんですが、変分オートエンコーダーは Z を出すんじゃなくて分布を出すんですね。Q sub phi というね。で、その分布の中から Z をサンプリングして選んで、それでデコーダー P サブについたの X ギブン Z やると X プライムというのが出てきて、この X、まあ、この元に似た画像が出てきて、これとこれを比較して、これとこれが似るように、できるだけ同じになるように、このエンコーダーとデコーダーを学習すると。つまり Q サブファイのファイ、これパラメータですが、このパラメータって何やねんって言ったら、このニューラルネットのウェイトですけどね。さっき小林さんが何か式で表したとおっしゃったら、もし式で表せるものは式のパラメータですよ。例えば、サイン、シータ、X のシータみたいな。そっか、X から Z を変換する数式だと思えば、そのニューラルネットワークのたくさんあるパラメータが、まあ、数式の係数みたいなもんだと思うこともできる。そうそうそう。だから、数式の パラメータとウェイトっていうのは基本的に同じことなんですよ。それを、まあ、総集してパラメータファイ呼んでるわけ。で、Q サブファイでこっち圧縮するので、P サブシータでデコードする方ですね。で、まあ、フローベースのモデルはまあ飛ばしましてですね、ディフュージョンモデルはですね、X、まあ、0があって、で、0っていうのはこの場合時間を表すんですが、X1、X2、X。で、最終的に Z という、まあ、これ X サブ、ラージ T、キャピタル T。表して時間で Z に行ってまた戻ってくると。で、この違いはですね、うん。あと、ここで書いたんだけど、まあ、ここで Z がこれ潜在空間のベクトルというんですが、この Z の次元は
この上の3つはですね、この X の次元より小さい。まあ、例えばさっき言いましたように、これが3万次元で、これが1024次元と。まあ、例えばね、ディフュージョンモデルの場合は圧縮しないんですよね。Z の次元はそのままでいくということ。で現状は、まあ、このディフュージョンモデルが一番使われておるよと、ということです。で、先ほどから盛んに生成モデルとジェネラティブモデルと言っているんですが、生成モデルとは何かと。これは隠れた原因 Z から見える結果 X を求めることを生成するというと。どういうこと？この Z、これはグラフィカルモデルというんですが、この丸を書いたのは、これはノードといって、その中に書いた Z は確率変数を表します。で、ノードとノードの間をつなぐものをエッジと呼びます。で、矢印がついたのは有効のエッジ、有効グラフと言います。こういうのね。で、これは Z が原因で X が結果だと。まあ、そういう意味なんですよ。つまり、X。で、隠れた原因 Z。これ隠れた原因 Z から見える結果 X を求めることを、これ Z から X を生成するというんですよ。ジェネレートする。だからジェネラティブモデルという意味は、絵が原因から生成されるという意味でジェネラティブモデルと呼んでおります。で、逆にですね、この X が見えてるんだから、X から Z を、X から隠れ原因 Z を推定することをベイズ推論と言いまして、人間の脳はそういうことをやっておる。で、脳はベイズ推論しているという説をベイズ脳理論と呼んで、この X というのは例えば網膜画像です。ね、で、Z は、この見えてるものが猫だよと。猫の立体画像が Z なんですよね。あるいは猫という概念が Z ですよね。で、まあ、ここにはまあ数式をごちゃごちゃ書いたけど、まあ、これは分かんなくてもいいですよ。で、まあ、生成モデルという話をまあ言いましたと。まあ、それは言葉として覚えておけばいいという。ね、よくね、ジェネラティブってよく言うから、一体何やねんって言ったら、ね、Z という原因から、ね、X という絵を生成すると、思ってくださいということです。で、次はディフュージョンモデルの話に行くんですが、ちょっとここらで切った方がいいと思いますけど。はい。じゃあ、普通に切ったらいいですか。はい。はい、で、